アローラー、ダイスです。今回はポケットモンスターウルトラムーンやっていきましょう。今回はアローラでゲットできるポケモンがアローラの姿ではなく通常の姿に進化できるということでやってみたいと思います。ダイス。何体かいるんですが、まずはカラカラをゲットしに行こうと思います。通常の姿に進化できるポケモンというと何種類かはいるんですけれども、一番最初進化前の時は通常の姿と一緒で、進化後にアローラの姿に変わるポケモン、このポケモン3体捕まえるところから行ってみたいと思います。まずはカラカラ。カラカラはガラガラに進化させるときに夜の時間帯にレベル28以上でアローラの姿のガラガラになるんですが、このガラガラをですね、アローラ地方でないところで進化させると通常のガラガラに進化するので、今回は通常のガラガラに進化をさせていきます。その他には来るかな。あ、来た来た。アローラライチュウと、もう一つリーフの石で進化できるアローラナッシー。もともと進化前の姿は通常の姿でアローラの姿ってわけじゃないですよね。で、今回進化させるカラカラとピカチュウ、あとタマタマ、この3体はアローラ地方でゲットできるので、アローラ地方でゲットをしたポケモンで進化させていきます。図鑑の登録になるときに、まだ登録してないガラガラはアローラの姿なんだよね。で、これアローラの姿のガラガラじゃなくて通常のガラガラで先に進化させたら図鑑の登録ってどうなるのかなっていうのも一緒に確かめていこうと思います。いつも泣いてるんだ、カラカラ。母親の骨を持っている、ちょっと怖い。このまま、一回手持ちに入れてレベル27まで育ててレベル28になった時には通常ガラガラに進化できるようにしていきます。はい、次は手持ちに今ピカチュウはいるので、たまたまをゲットしにナッシーアイランドに向かいます。失敗したのがナッシーだけ、もう図鑑登録なってるんだよね、実は。なんで図鑑の登録が入るときにナッシーは進化しても入らないです、私の端末。これね、ちょっと失敗したなと思っちゃってます。まあ首が長いアローラナッシーの状態で図鑑には登録にはなってるんだけど、他のライチュウとガラガラはまだ図鑑登録前なんで、そこでどうなるかなーっていうとこですよね。あとは通常の進化をした時に図鑑登録して、図鑑の説明がアローラの姿とは違うと思うので、そこもどういう風な書き方の説明になっているのかめちゃくちゃ楽しみです。残念ながらナッシーだけ違うんだけどね、しょうがない。やっと出た、たまたま。クイック入るかな。お、いけたね、これ多分。来た、これで準備は OK。 手持ちに3体今ある状態なんで、この子を手持ちに入れ直してウルトラホール行こうと思います。なんかウルトラホールに行くのも久しぶりですね。最近だとちょっとね、ウルトラホールお休みしていて、あんまり行ってなかったんだよね。というのも、悪事キングがですね、ウルトラムーンで出ず、ずーっと粘ってやってたんですけど、出ず、悲しくなってちょっとお休みしてる状態です。もしかしたら、アローラ図鑑の一番最後、悪事キングになるかもしれない。あれ？おかしいな。どうしてなんだろう。まあ、いっか。
これで準備 OK なんで、手持ちにねリーフの石と雷の石はあるのはもう確認してるんで、このまま3体手持ちでガラガラだけレベルを27までちょっとポニーあたりで変えてじゃないや、レベルアップさせてから行こうかな。準備できました。カラカラがですね今27レベルなんで、それで進化させれば OK です。でガラガラは夜に進化でアローラの姿になるんだけど、多分28レベルで通常のガラガラって朝でも夜でもいいのかな。ま、今夜だけどウルトラホールの中って晴れてるからじゃないや朝っていうか昼で明るいからいけると思うんだよね。で雷の石とリーフの石を使うだけだったらウルトラホールまで行かなくていいんですけど、ガラガラがいるんで今回は普通に誰かが出るところに行きます。この辺で行くか。なんか前後見ても緑色の20オーラが多かったもんね。何かな。いや1体でガラガラ進化しなかったらどうしよう、悲しい。多分行けると思うんだよな。60レベルだもんね出るの。あ多分ね色違いじゃなかった。まあいいか。とりあえず、ジガルデ君に頑張ってもらって、で、経験値もらおうと思います。で、経験ポンはまだ残ってたかな？ガラガラをね、ガラガラじゃないや。ガラガラに進化させたくて、カラカラ27レベルにするまでに結構差があったんで、経験ポン使ってたんだけど、どうかな？でもなくなっててもいけそうな気がする。待って、なんでジガルデが上がった？まあいいか、64レベルになったよ。お、来た！レベル28、29、通り過ぎた。いや、健やかにピカチュウも増えますね。29、いけると思うんだけどな、28レベル以上だよね、多分。来た！さあ、頑張れ、カラカラ！どうなるんだろう。で、アローラ地方の姿のガラガラに進化してるのはウルトラさんにいるので、そっちの図鑑の説明文も最後に見ていこうと思います。来たー！通常の姿！なんか最近、というか3分からガラガラってアローラの姿を見慣れてるから、なんかこっちが若干私は違和感を感じてしまう。頭にバツマークとかないもんね。図鑑登録も通常になるんだね。すごい、びっくりした。過去作から持ってきた時もこうなるのかな。骨好きポケモン、リズミカルに骨を打ち鳴らし仲間と連絡を取るパターン50近く多くないか。すごく多くないか。でここでリーフの石と雷の石の使用で、一応ねウルトラホールの中でスペースゼロだからいけるんだけど、もっとね簡単に行けるとこがあるんで、そっちに向かおうと思います。まあ、夜とか朝とかっていうのも関係するんだけど、メガロポリス行けるじゃないですか。こっちでやると楽々石の進化だったらいけるんで、ここでやっていこうと思います。まあ、ここにもねあんまり来る機会もないからちょうどいいかな。では早速リーフの石からにしようかな。でもこうやってアローラ地方以外のところでの進化もウルトラサンムーンになってからできるようになったっていうのがめちゃくちゃ個人的には嬉しいです。どっちの姿も取れるもんね。リーフの石を使います。いや首の長いナッシーばっかり見てたからびっくりするよね。でも通常じゃなくてアローラ地方のたまたまは中身が重くて、確か体重がすごいあった気がするっていう感じで図鑑に書いてあったんだよね。重たいナッシーになってそうな気がするんだが踏みつけかとか入れとこっか。はい、重いのかな。アローラでゲットしたたまたまは
確かね、他の地方よりも重たいって書いてあったんだよね。ってことは今回作ったナッシーも重いかもしれない。じゃあピカチュウいきますか。これはね、図鑑登録にさっきみたいになると思うんだよね。サーフィンな感じのアローラライチュウも好きだけど、私個人的には通常のライチュウも好きだから嬉しいな。来たー、かわいい、かわいい、ライチュウ。はい、ピカチュウはね、サトシ防止ピカチュウなんだよね。いや、こんな感じのポーズなんだね。ピカチュウの姿が好きなトレーナーも多く、なかなか姿を見かけないポケモン。ネズミポケモン、カッコ、アラオラの姿って書いてないね。やっぱり。じゃ、これで雷の石のピカチュウ進化も OK。通常はこうなんですけど、アローラの姿だと図鑑登録どうなってるのか見てみます。はい、これがガラガラアローラの姿。ウルトラさんはね、こっちで進化させたんですよね。骨付きポケモンアローラの姿。噛んだ。アローラ地方はガラガラにとって過酷な土地、生き延びるため炎を操るだそうです。やっぱ結構違うね。炎ついてるしね。で、これがアローラナシー。でかいね、やっぱり。ナシーはアローラ人の誇り。歴史的な建物とかにその姿が刻まれているよ。重さ 415.6kg。やっぱ重いのかな？ウルトラさんは、ピカチュウまだ進化させてなかったんで、この子はね、サンムーンの時に何体かピカチュウ作ってたんで、そこから連れてきました。なんか進化させる時の色も変わったりするよね。はい、アローラライチュウ。さっきのピカチュウと説明が違うはずだから、それも見ていこうと思います。ちょっと音楽も変わってるね。ほい、ライチュウ。ポーズ違うの、かわいいな。サイコパワーを集中させた尻尾に乗り、滑るように移動。陸サーファーの意味を持つ。かなり違うね。ということで、アローラの姿でなく通常の姿への進化させてみました。図鑑の説明文が違うのも面白いですね。ということで、最後までご視聴ありがとうございます。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた、See you!